次に足立康史君。日本維新の会の足立康史でございます、清水宏一郎先生はもう本当に、途中から入ってこられたわけですが、もう大変医療分野ご造形が深く、まあ、皆様ももうもともと人間関係が終わりでありますが、ただまあ今日の清水宏一郎先生の質疑の中で、まあ、混合診療についてはですね、個人的見解と、個人的見解でありましてね、やはり混合診療については、我が党は公約で混合診療ということで掲げてますんで、これは先ほど大臣のご答弁で我が党として納得しているわけではありませんので、一応清水先生、すみません、議事録にですね、しっかり残させていただきたいとこう思います。それから毎度のことでありますが、今日は民主党の先生方はいないということでありまして、もう本当に私、ちょうど席がですね、大臣と山の井、私の席と田村大臣の間に山の井理事がおるもんですから、もううるさくてうるさくて仕方ないんで、今日は大変聞きやすい、あれで議事でございましたが、本当に先般のね、おとついの動画についてはなかなかアップされませんで、やっと今日ですね、ご存知の方いらっしゃるかな、ずっと普通はですね、議事が終わるともう1時間ぐらいでパッと全部上がるんです。で、私はいつもそれを、まあ、復習したりすることもあるわけですが、おとついについては上がっておりませんでした。で、上野理事にもお願いをして、まあ、若干理事会でいろいろお話をさせていただいたわけでありますが、山野井理事の、まあ、欠席裁判はいけませんが、発言がですね、いろいろ入ってたりしたということで、まあ、非常に議事が、まあ、いかがなものかなという苦言をちょっとごめんなさい、いないな、申し訳ありませんが、ちょっと一言申し上げておきたいと思います。それからおとつい、まあ、80分時間をいただいてありがとうございました。質疑終わりまして席に戻りますとね、共産党の尊敬する高橋千鶴子先生がよく分かりましたとこういう一言をいただきまして、趣旨は主張立場は違えど言ってることは足立の方が正しいと、まあこういう違う趣旨は言ってることは分かるということですね。まあ、しかし私共産党の先生方、まあ、立場は違えど大変よく勉強してられるので、高橋千鶴子先生に、まあ、趣旨は分かったと、よく分かったとご 評価じゃないかな、コメントをいただいて大変嬉しかったもんですから、一言これも申し添えておきたいと思います。恐縮ですが引き続き持ち分の話をさせていただきたいと思います。まあ、議事録動画が上がってなかったもんですから、議事の速報をですね、まあ、手にしながら、やっておるわけでありますが、これも、まあ、あんまり言い過ぎると怒られるかもしれませんが、私は自民党の先生方にお会いするたびにですね、すいませんと言って、まあ、いつもこのテーマをやってごめんなさいとこう言って、もうやめた方がいいですかねと言うと、皆さん大体、いや、もうちょっとやっていいんじゃないですかとこうおっしゃっていただきますんで、もうしばらくこれなんとやりたいと思います。今日は昨日よりは短い、一昨日より短いですが、大臣ね、この私は繰り返しになるけれども、医療と介護を一緒に議論するとね、医療と介護を一緒に議論するというこの法案の趣旨に照らしてね、やはりこの医療にかかる提供サービス提供体制の形と組織と介護のサービス提供体制の形をね、やはり、まあ、もう資料配ってませんが、比較するのはやっぱりこれはせざるを得ないんです。で、標則が合ってないということについて、私が指摘をいたし、おとついたしましたが、まあ、大臣の方からは、そもそも2つは違うんだと、いや、しかし、そもそも2
二つが違うでは違うのではいかんからこれ一緒に審議しているわけですし、それからまあ、標則が合っていないという部分も確かにあると、これはお認めでいらっしゃるわけであります。まあ、さらに言うと、問い、通告で二つにまたがりますが、その一昨日はね、もうどんどん先こっちから申し上げると、事業承継をどうするんだみたいな、そういう問題があって、事業承継をどうするんだみたいな、そういう問題があって、行き過ぎておるというのが今の現状だと、こうご答弁をされました。行き過ぎというのは、もう一回復習すると、医療と介護が本来、もともとあった位置から、同じとこまで保険、公的保険の中で来て、それがまあ逆転をして、措置であった介護分野で株式会社の参入を認め、そして、民間の個人事業であった医療が、持ち分を否定すると、これ逆転してるんじゃないか、これもう一度ですね、この逆転現象について、本当にこれ、この総合、地域医療介護総合確保法案において、これ放置していいんですかと、大臣お願いします。田村厚生労働大臣。委員のお気持ちはよくわかります。高橋千鶴子先生や安倍智子先生に質問してですね、ああよくわかったと言っていただくと私も嬉しかった覚えが今までも何度もありまして、本当にお二方はよくお勉強されておられるわけでありますので、そういう意味では委員と同じ思いで、今日はここに立たせていただいておりますけれども、行き過ぎているっていうのはですね、委員の立場に立って申し上げたわけでありまして、寄っていって離れていって、クロスして離れてしまった、行き過ぎちゃったわけであります。で、これはですね、今般の法律というのは制度を全く一緒にしようというものではないわけでありまして、サービスとして介護のサービスがあります。医療のサービスがあります。医療が在宅、それから医療提供体制の見直し、そういうものを含めて、いろんな足らざる部分を強化していかなきゃならない。で、介護の方も同じように足らざる部分を今強化しようとしておるわけでありますが、サービスという意味からすれば、それぞれ必要なところを補うところというものを医療と介護でうまくですね、これを一つの、例えば地域包括ケアシステムという中ならば、中において提供できるようにしていかなければならない。何か足らなければ、そこで目指すべき生活ができないわけでありますから。そういうことを申し上げておるわけであります。それは予防も当然同じような概念の中に入ってきます。ただ、制度はやっぱり違うわけでありまして、医療保険と介護保険の制度が違うものでありますから、そこでサービスを提供する主体というものはですね、当然それぞれ違う制度の中においてサービスを提供するのにどう適した形態であるかということでございまして、介護の場合はそういう意味では、特別養護老人ホームは社会福祉法人でしかできませんけれども、在宅サービスを中心に株式会社も含めて提供できるような、そういうような保険制度、立て付けになっておるので、そういうふうな形になっている。一方で医療の方は、もともとは言われた通り個人からやって、もっと言うとその昔は自由な世界でやってたものが保険制度に入ってきてですね、だんだんこの保険というものの財政やいろんなことを考える中において、やはりこれは非営利という形の中でやっていく方がより適切な医療を提供できるのではないかという流れの中において、このような提供体制、提供体に対してはこのような事業体といいますか法人の方が適しているのではないかということでですね、今の方向性が出てきておるわけでありますので、言ってるところが同じ部分とちょっと違う部分とかありますので、サービスでやっぱり一体的にいろんなものが提供できなきゃいけないですけども、それを提供する主体の形態というものが一体でなければならないということではないわけでありまして、それぞれの保険制度立て付けにのっとって一番適正な形態ならばいいのではないかと私は認識いたしております。以上、足立康史君。大臣ね、これぜひ私はちょっとこだわってますが、これぜひこの審議中にね、ちょっと折り合いをつけたいと勝手に思ってるんです。もう僭越ながら私は厚生労働省は尊敬してましてね、いやもう毎回部屋に来られる役所の方々ももう優秀な方ばっかりだし、昨日実はこれ言っていいのかな、昨日ある
え、食事していいんでしたっけ、役人の人と政治家。いいですね、別に。いいです。ある厚生労働省 の、 あの法案に関与してませんが、ある方とあの夜食事をしたんですけどね、もう素晴らしい方でね。いやいや、まあ、それいろんな方がいらっしゃいますけど、私は本当にあの大臣率いるこの厚生労働官僚って素晴らしいこのチームだと思ってるんです。だからこそね、やっぱりあのぜひこの法案の審議中に法案修正を平成18年に決めた枠組みであるでしょうが、何らかのこの今日私が問題提起している問題について一定の足跡だけでも、だけでもって私は勝手に言っちゃいけませんが、やはり一歩ね、もし一定のご理解いただけるところがあれば、ぜひ大臣のリーダーシップで、これなかなか難しいことだと思ってるんですけど、ぜひ本当にお願いしたいと思ってるんです。本当に。これ心からそう思ってるんです。で、今まあサービスはまあ補い合うが、保険の制度が仕組みがちょっと違うんでと、まあ、それはあのおとついで言うと、まあ、出来高とか上限っていうことに、まあ、こっちから言ってしまいますが、復習すると、そういうものを取り上げて、まあ、おっしゃられたわけでありますが、あの医療でもね、これ、出来高で際限なくこう、ある種、出来高でこう膨らんでいく世界で本当にいいのかという問題意識は、医療界にもあるし、厚生省にもありますよね。まあ、それだけではないかもしれないけど、そういう観点も含めて、例えば DPC 病院みたいなものも非常に増えてきた、私は素晴らしいことだと思うし、DPC 病院がですね、まあ、ある種、いろいろ患者の利用者、患者の方のご理解も得ながら、工夫しながらその、マネジメントされていることもよう承知をしています。例えばその上限ということを、まあ、こちらから言ってしまいましたが、言うのであれば、そういうその、そういう恐れがない、すなわち際限なく出来高ベースで、経費が膨らんでいく恐れがないようなサービスについては、それは参入規制は緩めていいと、こういうことでしょうか。田村厚生労働大臣。まあ、以前も私もですね、委員にこのお話、一番初め委員がされたときに、DPC の話は申し上げました。ただですね、やはりそういう医療機関もですね、やはり外来は出来高でやっておられるわけでありますし、手術も出来高でやっておられるわけであります。出来高の科目がいくつかあってですね、やはり一定程度やはり手術や外来というのは持っておられる。で、そういう意味からすると、なかなかその DPC だけというわけではないので、おっしゃられている、まあ、趣旨はそういうことなんだろうなと私も理解はいたしますけど、現実実態はなかなかそうなっていないわけでありまして、なかなか委員のおっしゃられておることは難しいなと、私もなんとか委員に心からご理解をいただいて、この議論そろそろなんとかお互いに融和点を見つけれればありがたいなと、このように思っております。足立康史君。まあ、ちょっとまあ、できるだけこれ多くの委員の方も同席というか聞いていただいているので、まあ、できるだけあんまり退屈なやり取りにしたくないんですが、DPC については、あるいは出来高から包括へと、これは大きな方針として、例えば DPC 対応の病床はどんどん増えてきている、準備もしてきている、これからも増えていくと思うんですね。これだから大きな政策の方向はそっちなんだと私は理解をしています。そうであれば将来、ね、大きな方向が出来高でよりから包括、まあ、その用語はちょっと 不適切であれば直していただいたらいいんですが、その方向であれば将来ね、そういう組織形態についてもそれに応じて参入規制を緩めると、これはあり得ることではないでしょうか。田村厚生労働大臣。
まあ、その疾病群ごとに決まった金額でというようなやり方というのはアメリカなんかではやっておられますよね。まあ、これはアメリカ民間保険ですから、まあ、いろんなパターンあるわけであったりだとか、あと、まあ、もちろんその公的な保険の中においていろんな評価の仕方があるわけでありますが、で日本の場合これ DPC っていうのはあくまでもですね、まあ、要するにあまり選択の余地がない出来高の中で、そういうような、まあ、入院期間中のいろんな医療に関してですね、それならば DPC という形の中で包括的にやれるであろうという流れの中で、まあ、出てきておるわけでありまして、だからこそ手術だとか個別具体的な医療行為に対してですね、出来高がやはり残っておるということでございますので、まあ、今委員がおっしゃられているのは世界の医療の中ではそういうことをやられている、近いことをやられておられるところもありますけれども、日本ではまだそういうような考え方が主流になっておるわけではなくて、あまり裁量のないところはそういうふうに包括的なことでやっていこうという流れであろうというふうに考えております。足立康史君、まあ、大臣にしてはちょっと苦しい苦しくない私には苦しそうに見えましたが、ちょっと原局長、ちょっと通告ないんですけど、その DPC のね、いわゆる病床の、なんちゅうか、数のこのが増えてきてますよね、ずっと、これ、まあ、異性局じゃないか、数字、ちょっと分かりますかね、大体でいいですよ、荒っぽいのでいいんですけど、要はどう増えてきてるかっていうことで、現状その病床の中で DPC の病床どれぐらいかと、雑把で結構なんで、ちょっと簡単に紹介していただけますでしょうか。原局長でいいですか。すいません。原井政局長。DPC に参加しておられる病院がですね、病院数としては26年度の4月の見込みで1585病院、これは全一般病院が7500ぐらいですので、約5分の1になります。で、病床の数でいきますと、一般病床が約90万、そのうちの49万がこの DPC の対象になるだろうと。足立康史君、まあ、今聞いていただいたら、まあ、分かるようにですね、まあ、医療機関大きさいろいろありますから、よくね、私も経産省いたんで、よく中小企業は何パーセントかとかいう議論するときにね、企業数でいうと、99点何パーセントとかに、まあ、なるわけです、中小企業が。でも従業員でいくと、まあ、もうちょっと割合は大企業が増えるわけです、これは当たり前です。だから今の話も、まあ、病床じゃなくて、ごめんなさい、医療機関でいうと、医療機関ベースでいうと5分の1とかそういう数字かもしれませんが、病床でいくと、もう半分以上がですね、もう DPC 病床になっているわけであります。で、これがこれからもそういう方向で、すなわち出来高から包括払いという中で、医療費の管理という、まあ、管理ということは あれですけど、まあ、適正に医療費をマネージしていくということは、これ、制度として必要なわけで、私は繰り返しになりますが、大きな方向がそういう方向なのであれば、医療についても介護保険制度にの上で そのある種の法人、組織の在り方、あるいは規制の在り方に見習う部分が増えてくると思っています。例えばね、おとついも私は介護保険というのはなかなかよくできていると。なぜならば、これは当たり前なんです。昔できた医療保険を直しながら来ている医療保険と、ゼロから設計した、ね、介護保険を比べれば、介護保険の方がそれはいろいろとこの新しい知恵が入っているわけです。いろいろと医療保険では実現しえなかった知恵が入っているわけです。で、まあ、大きく言うと、私の理解はですよ、介護保険は参入規制は最小限にして、事後規制が非常に強い枠組みができているわけです。私はそれがこれからの、特にこれから医療費を、まあ、一番なんて言いますかね、その、効率のいい、かつ質の高いサービスを提供していかなければいけない、この医療介護の世界において、
参入規制をもうちょっと、まあ、柔軟にして、もし必要があれば自己規制でいいじゃないかと、まあ、そういうことも含めて、まあ、DPC の病床にまあ戻るとね、大きな方向がそうなのであれば、なぜ出来高ということにこだわって、あえて平成18年に今ある財産をあたかも没収するかのような体系の法律を導入してしまったのか、私はそれを少しでも軌道修正というか、適正にもう一回仕切り直すとすれば、この4月5月しかないと。だってそうでしょ、そうやってこういう議論できるのはここだけですよ。地域医療介護総合確保法案を、まさに大臣がおとついおっしゃったように、医療と介護を並べて初めて分かる議論です、これは。ぜひ大臣、何かね、まあ、今日即答しなくてもいいんです。まあ、5月7日ぐらいまでに回答いただければいいんですが、ぜひね、やっぱり本文で、やはりこの持ち分のあり方について、平成18年の枠組みについて、やはり一向の余地があると、一向の必要があると。大臣、どうでしょう。田村厚生労働大臣。委員の思いというのは、思いという重さは分かるんですが、これ、根幹に関わる部分なんですよね。で、そう簡単に私もですね、もう委員の思いよく分かりましたので、分かりました、検討しますとは言えないというような、それぐらい重い部分でございまして、先ほど言いました疾病群ごとにですね、その治療の費用をまあ決めていく。まあ、昔よく記憶ありませんが、GRD-PPS なんていうのはそういうような方向だったというふうに思いますが、これもいいところと悪いところがありましてね、つまりその疾病群の治療っていうのはこれぐらいで丸めで払いますよって話になると、介護の場合は、まあ、即座に命という話ではありません。とか医療の場合は命に関わってくるものでありますから、それによって実際問題を受けられる医療、つまりまあ、特に株式会社って話になってくると一定利益を出さなきゃいけない、これをやれば助かるけれども、そこまでやると赤字になるというようなことを、まあ、全ての株式会社の医療がそういうことは思うとは思いません。真面目にやられるところがかなりあると思いますけれども、そういうことをやらざるを得なくなるようなところも出てくるかもわからないとなったときにですね、やっぱり命の重さを考えると、なかなか今全てを疾病群ごとに金額を決めてというのは日本の中ではですね、導入できない。ですからその DPC というのはあくまでももう日本の中でもうこれは出来高で裁量をこうつけてあんまり上げることが総括できないよというようなものに関して、これならば丸めでもやれるねという中において導入をいたしておる部分でございますので、根本論のその持ち分があるかないかは別にして、そのやっぱりここで利益を上げるという集団がこの中に入ってくるという部分、それを配当として外に流出するというような、まあ事業体が入ってくる、法人が入ってくるということに関してですね、なかなか院とここが折り合わないところでございまして、あくまでもかなりの企業というかほとんどの企業は真面目な企業だと思いますが、なかなか前から内在していると言ったのは、悪意でなくてもそのような方向でどうしても事業運営する中において、完全にこちらにはいかないんですよ、そちらの方にこう行きかねないといった方がいいのかも分かりませんが、まあ、そういうものを内在している株式会社形態というものは参入というわけにはいかない、なんか検討というんですが、私の中ではいろいろ考えてみますけれども、検討ということを言うわけにはなかなかいかないわけでございまして、そこはですね、どうか根幹の部分ということでご理解をいただければありがたいと思います。足立康君。まあ、大臣は絶対に折り合えないとこうおっしゃいますが、必ず折り合えると思ってますので、ちょっと頑張ります。でね、今まあ、そもそもの介護と医療と、こういう話は、引き分けと、こういうことにしておいて、まあ、分かりませんが、ちょっと時間もあるんでね、合わせて、いくつかね、この大臣の、あるいは今の医療の在り方については、やっぱりいくつかの切り口からやっぱり問題があるわけです。まあ、一昨日は2つのフィクションということを申し上げて、そもそも持ち分がみんな残ってるけど、まあ、原則はなしよっていうのもフィクションだし、
それから、MS 法人みたいなものもフィクションだと、まあ、こういうふうに申し上げたわけですが、特にこの株式会社をどう排除するかっていうことについてね、やっぱり大議論がこれあると思います。で、あと後半ですね、この株式会社論にしたいと、についてやっぱりどうしても深めておきたいと思うわけですが、今大臣おっしゃった、株式会社という形態にその問題が内在しているというかね、問題というか、ある種医療サービスというところから言えば問題が内在していると、こうおっしゃるわけでありまして、確かに一昨日はですね、こうおっしゃいました、医療費が伸びていくという恐れは、これはもう株式会社という形態に内在しておるのであろうと、形態に内在しておると、非営利という形からすればそういう形態は、まあ、そういうことは内在していないと、まあ、そういうことでね、そもそも法人の形態にまあ問題があるということなんですが、私ね、まあ、大臣おっしゃっている一理あると思うんですよ。でもそうであれば繰り返しになりますが、医療グループの中に株式会社、その大臣がおっしゃるそういうものを内在した株式会社なるものが医療グループの中にあっていいんですか。例えば特集会、まあ特集会って言いますけど、私それしか知らないんです、ごめんなさい。あんまりね、医療界、清水光一郎先生ではありませんので、私が知っているのは特集会に10の会社があって、なぜ10かというと、特集会が10だと言ってるからだという、もう繰り返し言いますけど、原局長申し訳ありませんね、何の規律もなく規範もなく、特集会側が10の会社があるといえばそれがグループであると、そういう会社がグループ内にある、大臣が医療費が伸びていく、そういう恐れが内在をしている組織である株式会社が、特集会、株式会社特集会が特集会グループを事実上仕切っていたと、まあ、私は思ってるわけですが、これいいですか、それ。私はもし大臣の言う通りであれば、医療グループから会社は排除すべきだと思いますが、どうでしょう。田村厚生労働大臣。ちょっと思い出しましたので、清水光一郎先生の話が出ましたが、出来上がりとしてですね、まあ、いろんな安全性、それから有効性が一定程度認められる、そういうもので、海外でも一般的に使われて、承認されている薬、そういうものなんかがですね、今よりも患者の方々の要望をしっかりと、叶えられる形で安全性ということは担保できながら、これを早く保険外併用できるというのをどう呼ぶかという話であって、そこは清水光一郎先生が全く私は維新の会の考え方とは違うというふうには思っておりませんので、また中でいろいろとご調整をいただければありがたいというふうに思います。その上で今のお話でありますが、これ特集会の話出ましたが、あえて特集会という話はしませんが、そういう医療グループっていうのは、じゃあその MS 法人自体が仕切っているのかっていうと、そうでもなくって、別に株式持ってるわけじゃないんで、MS 法人の支配者が、実は他の医療法人の事実上のいろんな権限を行使する場合に、ご意見を聞かなければならない方であるというような場合を、多分想定をされておられるんだと思います。ですから決してその MS 法人が仕切っているというんじゃなくて、人についてですね、人についてこうピラミッドでくっついているということなんだと思います。でその時に以前からお話が出ましたが、正当な価格以外で利益を流出した場合、これはやられている場合はやはり我々はしっかりとこれに対して厳正対処をしていかなきゃならんわけでありますから、対処しますが、これも以前から申し上げております通り、別にその MS 法人じゃなくても必要な商取引はやるわけでありまして、その時には利益というものは乗せて、支払う。つまり、こちらから言えばコストでしょうし、こちら利益でありますけれども、そういう形で取引があると。そこにたまたま MS 法人であったと。いらんものを、必要ないものをいっぱい買ってりゃ、これは問題でありますから、これは適切に対応しますが、ですからこれをどう考えるかというのは、必ず必要なものに支出をしているわけですから、これは利益の流出とは言わないのではないかと。
というのが私の基本的な考え方であります。以上。足立康史君。私申し上げる、この議論はですね、もう圧倒的に私の勝ちだと思うんですね。いやもう明らかにね、もう委員の方も多分そう思ってますよね先生あのね、だってね大臣、要すれば医療グループがあるんだったらね、医療グループ全の取り、あの事業全体を例えば医療法人でできる仕事は全部中でやればいいじゃないですか。そうすれば当該 MS 法人が上げる利益分、それは減らせますよね。要すれば非営利営利というのは、非営利営利というのはね、その医療グループは、私の提案はですよ、大臣がおっしゃるように参入規制をするんだったら、医療グループ、医療グループについては、その全体が非営利でないとね、その中に会社があったら、その会社が配当したら、それでもう個人のポケットに入ってるじゃないですかと。だから大臣の参入規制の考え方を適用すれば、医療グループはが営利、医療グループが会社形態をなぜグループ内に持つ必要があるのか、もう全く分かんないんですよ。それは参入規制をするのであれば、その規制をすべきだと、ね、例えば建物を流動化することはけしからずと、医療法人で自社ビルにしなさいと、そういう行為規制も合わせて講じなければ、嘘、フィクションになるじゃないですか。いくら非営利、非営利と言っても、ね、繰り返し言いますけど、ね、繰り返し言いますけど、大臣は同じ、どうせ同じ、MS 法人じゃなくてもどっかと取引しなくちゃいけないと言ってるんだけど、おとついと同じです。私が申し上げてるのは、系列の MS 法人と取引するのと、系列外の会社と取引することを比べてるんじゃないんです、繰り返し言いますけど。自分たちの医療法人なり、医療法人の周りにある非営利法人グループですよ。との中で事業を行うことと、NPO 法人でもいい、何でもいいじゃないですか。非営利法人でグループを構成するして、そのあらゆる必要な事業をその非営利の中でやることと、会社を作って営利会社と取引することを比べると、そこに利益乗ってますでしょと。その利益は本来税金や診療報酬で上乗せするべきものじゃないんですかと、その比較をしてるんです。もうこれはおとついと同じことなんですけど、これ大臣大丈夫ですか、大丈夫ですか、お願いします。ちょっと田村厚生労働大臣。まず医療法人にやれる業務って決まってますから、何でもその医療法人から取引、小取引する行為はできないわけであります。で、医療法人に残るお金というものは一緒ですよね。医療法人です。医療法人自体に残るのは、いろんな商取引した場合必要なものを買うわけですから。一緒じゃない。いや、医療法人ですよ。その当該医療法人の病院経営してますよね。で、病院業務をやって、でその結果そこに残るお金というものは、お金というものは要するに必要な商取引をやってお金が出ますよね、経費として。でその収入からその経費、もちろん人件費やいろんなものを引いた差額が、まあ、例えば内部リーフみたいに残るわけですよね。で、ここにもう一つ MS 法人があったとします。これは MS 法人にはお金は MS 法人以外のと同じように行きますよね。で、そこでまあ MS 法人はいろんなものを差っ引いて利益が出ますよね。で、それは他の企業も残りますよね。で、この MS 法人というのは医療法人グループとは言いながら、お金の融通はできないわけですよ。医療法人とは当然のごとく。ですから、ここで例えば、まあ、同じ経営者といいますか、運営者であれば、運営者の方はここで出た利益はそのまま自分の収入になるわけでありますが、これはこの人がたまたま同じであるわけであって、違う人が同じ商取引やってれば、そこの方々が同じ利益を得るというだけの話でありますので、あのちょっと多分言ってる私と委員の下が違うんだろうと思うんですね。足立康史君。おそらく、まあ、これもまた僭越なことでございますが、私は大臣がおっしゃっていることを 100% 理解できています。
でも多分私が申し上げていることは 100% 理解されてないなんていうと僭越ですけど、あのね、大臣ね、要すれば今医療法人ということをおっしゃったけれども、それであれば医療グループね、グループあります、特集会でも特集会グループがあります。グループ内になんで営利会社がいるんですかね。非営利会社でいいじゃないですか。なぜ営利会社を作らないといけないんですかと。もちろん医療法人が営める事業、営めない事業、それはまた別の理由で規制されているかもしれません。でも医療グループとして必要なことであればね、それは非営利で囲い込めばいいじゃないですか。なぜ非営利であるはずのグループが営利会社をグループ内に持つ必要があるんですか。田村厚生労働大臣。まずグループ内グループ外って話は置いときましてね、こう申し上げたらご理解いただけるか分かりません。なぜ株式会社で医療法人やっていただくといけないかというと、そこにたくさんですね、お金を残すというインセンティブがあって、それを配当として出せるから、貯めたものは出せるというのが株式会社形態で、そこでいろんな医療不必要な医療行為等々をやって医療費が伸びるという恐れがある。だから端的に言うとですよ、簡単に言うと、だから株式会社が医療法人やってもらっちゃ困るという話になっているわけなんです。で、今の委員の話は、MS 法人は今と同じようにもう、いろんなものをやって医療機関がですね、そこにお金を残すと、残してもそこは外部に流出できないわけです。正当な取引の部分しか取れないわけですよね。要は正当な取引をした利益分しか取れないので、だからこの医療法人にいろんな無駄な医療を施してお金を残しても、それを外に取り出すことができないわけですよ。そこが一番の違いであって、だから株式会社と直に取れる、こちらは取れないから中には残るかもわからないけど、それを利益分配できないという中、する場合にはあくまでも正当な商取引である、いろんな医療機器でありますとか医薬品でありますとか、あとはリート、ヘルスリートをそうやっておっしゃれるのかもわかりませんが、それはヘルスリートをやったところで、それはヘルスリートっていうのはちゃんとした取引行為の中でやっているわけでありますから、それに対する商品構成をしたりだとかいろんなリスクを抱えながらやるわけなので、その間の歩合というのを手数料として取るわけでありますから、そういう意味では正当な取引であるということが言えるんであろうと思うわけであります。足立康史君。申し訳ありません、医療法人に剰余金があっても取り出せない、おっしゃる通りです。だからグループ内に会社があるんですよ。医療法人に剰余金がたまってもそれを取り出す方法がないから、大臣がおっしゃっていることが理由で医療グループには会社があるんですよ、ね、で大臣は正当な取引とおっしゃるけど、正当な取引というのは普通は利益が乗ってるわけです、ね、だからそれが資本主義なんですよ。医療は利益乗せちゃいけないんですよ、ね、利益っていうのは、利益っていうのはあれですよ、外へ出すんですよ。剰余、要は再投資する剰余金のことを言ってるんじゃないんです、ね、株式会社というのは正当にお金を外に流し出せるのが株式会社でしょ。それがグループ内にあったら流れ出るじゃないですか。いや、出る。え、ちょっと困った時は原局長お願いします。ちょっと原局長もうね、多分原局長は私の言ってることがほぼこれは正しいともう分かってると思うんですよ。だからぜひね、その法案修正も含めて原局長と大臣でよく相談してください。ちょっと答弁してください。ちょっとそれ原伊勢局長。結局医療機関、医療法人、病院を経営している、その病院が必要な例えば医薬品や何かを買いますと、でこれは正当な、価格で買います。相手先がそのいわゆる MS 法人だろうと、普通の関係のない卸さんだろうと、病院の中から出ていく、費用ですね、これは同じなわけです。で、
今グループと言われましたが、まあ、たまたまそのいわゆる MS 法人というところが株式会社で、ここが利益を出したらそれは当然外へは出るわけですけども、これは普通の卸さんにでも利益が出るわけですから、そこは全く同一形態なわけでありますので、医療法人としてその不当に何か外へ出ているというわけではないというふうに考えます。まあ、原田局長もまあ苦しいご答弁でありますが、あのね、要すれば非営利というのであれば、非営利の領域と営利っていうのは、世間は営利でしょ、営利の海の中に非営利が浮いてるわけですよ、ね、本当に非営利だというを徹底したいっていうんだったら、その非営利の浮いてる船は、極力その非営利の中でいろいろこう事業をね、やればいいけども、外のとの取引は最小化しないとね、外との取引は、営利の海、営利の世界と非営利の世界があるわけでしょ、境界があるわけですよ。そのやり取りがたくさんあればですね、そこに全部利益が乗ってるんですよ。それよりはそれを最小化した方がいいでしょ。非営利の徹底ってのはそういうことなんですよ。だから私が繰り返し言うけど、例えば医療グループと言って、我々はグループなんですと言ってね、一体的に運営するのであればグループでしょ。なんで中に営利法人をわざわざ作って流出の利益流出の穴を開けるんですかと。それは医政局の規制でもって、もし参入規制をするのであればですよ、もし参入規制をやると、わざわざ昔の判例まで持ち出して、持ち分を持っているものは営利だなんていうことを何十年も言ってこなかった、そんな判例を急に持ち出してきて、持ち分ある人は何か横島であるかのような、ね、そういうプロパガンダを18年に貼ったんですよ、厚生省は。ね、そうでしょ、ずっとこう普段はこう机の上に乗ってなかった昔の判例を持ち出してきて、昔こういう判例があると、持ち分を持ってればそれを配当しなくても最後解散時に分配すればそれは営利企業と同じであるという判例をわざわざ持ち出してきたんですよ、平成18年は。それはフィクションだと僕は言ってるわけですよ。だから非営利の世界と営利の世界をまたぐ取引は最小にすればするほど利益は流出しない、これはもう当たり前ですよね。そういう参入規制、そういう事前規制をするならしてくださいと、ね、でも、私は介護と同じように、そういう入り口規制、参入規制はせんないから、資本主義の国においてせんないから、事後規制でやったらどうですかと、参入は自由にして、事後規制でやったらどうですかと、もしいかがわしい会社が入ってきたら、それ、介護と同じように入り口で多少登録したらいいじゃないですか。事後規制でできるものは事後規制でやればいい、それで十分医療は効率性と医療の質の確保、これを両立できると私は思うんですよ。これ大臣ね、ぜひこの法案の審議中にぜひ省内で検討していただいて、一歩中途半端な形でいいから、平成18年の持ち分なしを原則とするという大きなフィクションについて、一定の見直しじゃなくてもいいんで、何かあるでしょう、それを検討してくださいとお願いを申し上げます。まだ終わりと来てないので、大臣ちょっと局長どうですかこれ。まあ、お二人とも今違うとおっしゃったけど、違いますか。ちょっと時間ないけど、大臣。田村厚生労働大臣。医療法人が何でもできるということを仮定して、そうやって全部中でやればいいじゃないかと、そしたら出ないじゃないかというお話なんですが、グループでもいいんですけどね、いずれにしてもそれはですね、
何もかも抱えれば効率的かどうかっていうのは、それはもう委員も分かっておられる通り、まあ細分化した方がより効率的に、利益を流出させないこともあり得るわけであります。でそれはそれぞれ、プロフェッショナルのところがですね、その対応すればいいわけであってですね、決して全部抱えるというような話ではそこはないんであろうというふうに私は思います。まあ委員は違う観点からいろんなことも申されておられますので、一度頭は整理してみますが、しかしなかなかここで検討しましたは言えませんので、整理は頭の中でさせていただきたいというふうに思います。委員長、もう時間が来ると思いますので、真ん中にね、医療法人があってそこに医師がいると処方すると、まあ、そういうことで、私も医者、お医者さんの先生方尊敬してますんで、それはそれでいいと思うんですが、やはりその今申し上げたように、その参入規制をするのであればね、やはり、医療グループ、その医師が真ん中にいる、その医療法人が真ん中にある、その医療グループについてやはり規範が、規律がないと言ってることが一貫しないんじゃないですかと、都合のいい時だけ、ごめんなさい言葉が悪いけれどもね、繰り返しになるけれども、判例を急に持ち出してきて、持ち分があたかも悪いことかのように政策を組んだことについて、私は一定の留保がいるということで、大臣ぜひね、局長にちょっと来週ね、足立事務所にちょっと一回行けということで、ちょっとご指示をお願いします。田村厚生労働大臣。もう終わりましたね。はい、役人はですね、国会議員から呼ばれれば、それはいろんなご説明には上がるということはするわけでございますので、何をどうではなくて、お呼びいただければですね、またご説明には上がらさせていただこうと思います。じゃ終わりますが、ぜひ一定の整理をして、お越しいただきますよう、ここでお願い申し上げて質問を終わります。ありがとうございます。